どうもこんにちは、ウーロンです。今回はセピラデッキ、こちらを作ってきたので紹介していきたいと思います。今回作ってきたセフィラデッキの中心を担うモンスター、それはこのセフィラ集合です。このカードはペンディラム召喚に成功した時、あるいは破壊された時にデッキからセフィラマジックかトラップ、あるいは流星マジックかトラップ1枚をサーチする能力を持っています。セフィラ集合からサーチすることができるセフィラマジックトラップはこのデッキに4種類入っています。まずセフィラの真意、このカードは自分のデッキからセフィラの真意以外のセフィラカード1枚をサーチするといった誰がどう見ても明らかに強い効果を持っています。さらにこのカード、それだけにとどまらず、自身の墓地に存在するときに自分の場のセフィラカードが破壊される場合、墓地の自身を代わりに除外することができるといった復活の福音や機械天使の儀式のセフィラ版といった能力を持っています。まあ、ですがこの能力はこのカードが墓地に落ちたターンは使用することができません。そうは言っても万能サーチと万能防御といった、誰がどう見ても明らかに強い能力2つが詰め込まれた非常に強力な1枚です。隣のセフィラの神託は発動時自分のデッキからセフィラモンスター1体をサーチすることができるといった、まあ相変わらず昨今のフィールドマジックにありがちな能力を持っています。また自分のセフィラモンスターがシンクロ、融合、儀式の素材になった場合に追加で何かしらの能力を発揮するんですが、その能力については割愛させていただきます。一方セフィラトラップ、セフィラの進撃は自分のエクストラデッキに表から表示で存在するセフィラカード1枚をゲームから除外することで、相手の発動したモンスター効果、魔法、トラップの発動を無効にして破壊するといった能力を持っています。ライフや場、手札を一切使わずに相手の行動を防ぐことができるといった明らかに強い1枚です。一方セフィラの聖戦は自分の場のセフィラカード1枚と相手の場のカード1枚を破壊するといったスクラップドラゴンのセフィラ版といった能力を持っています。またこのカード、自分のペンディラムゾーンに2枚のセフィラカードがある場合、手札から直接打てるといった能力があります。条件さえ揃えば手札誘発感覚で使用することができる非常に強力な1枚です。まあ、そんなわけでこんな強力な魔法トラップをサーチすることができるセフィラ集合、じゃあこいつを1体全体どうやって出すか。出し方としては大きく2つ存在します。1つ目は自分の手札から集合をペンディラム召喚するといった方法、セフィラデッキには先ほどご紹介した真意や神託といったデッキからセフィラカードをかき集めるカードが多く存在していますので、セフィラ集合を含めペンディラムスケールを揃えるといったことは決して難しいことではないのかなと思います。そして2つ目の方法は集合をエクストラデッキに送るといった方法です。ペンディラムモンスターはエクストラデッキから特殊召喚することができるので、エクストラデッキにセフィラ集合を送ることは、まあ、疑似的なサーチにつながるのかなと思います。そこで役に立ってくれるカードがこのセフィラトーラグラマトンです。このカード、ペンディラム能力で自分のデッキからセフィラモンスター1体をエクストラデッキに表側表示しておくことで、このターンの終了時までその送ったモンスターと同じスケールを得る能力を持っています。セフィラドラグラマトの能力で自分のデッキからセフィラ集合をエクストラデッキに送って、手札からスケール1のカードをペンディラムゾーンにセットしてあげれば、エクストラデッキからセフィラ集合を展開しつつデッキからセフィラマジックトラップをサーチするので、こんな動きができたりします。とまあセフィラ集合で強力な魔法トラップをサーチできたのはいいんですが、さすがにこいつだけペンディラム召喚して勝てるってほど世の中甘くはありません。そこでこのセフィラ集合と一緒にペンディラム召喚してやることでより幅広い展開をすることができるカードがあります。それがこのセフィラ風刺です。このモンスターペンディラム召喚に成功した場合、あるいはデッキから特殊召喚された場合、自分の場に存在するセフィラ風刺以外のセフィラモンスターあるいは流星モンスター1体をチューナーにする能力を持っています。まあ、ただしこの能力を使ってしまうと、このカードが場から離れる場合はデッキの一番下に戻ってしまうといったデメリット能力を持っています。こいつとセフィラ集合を一緒にペンディラム召喚してやることによって大きく3つの動きをすることができます。じゃあまあこんな感じでスケールを揃えてペンディラム召喚、セフィラ封じとセフィラ集合、逆だったかをペンディラム召喚します。でそれぞれの能力が発動します。セフィラ集合をチェーン1、セフィラ封じをチェーン2として発動します。封じの効果で集合をチューナーにして、集合の効果でまあとりあえずセフィラのシーンをサーチしましょう。では動いていきましょう。まず一つ目のパターン、ここ2体でレベル9のシンクロ召喚をするといった動き。源流星情報はシンクロ召喚された自身が場にいる限り、このモンスターをシンクロ召喚する際に使用した流星モンスターの元々の属性と同じ属性を持つ相手モンスターは効果を発動することができないといった能力を持っています。封じと集合は両方とも地属性なんで、この組み合わせを出すと地属性の動きを封じることができます。まあ主にスカルテッドとかの
効果を封じることができるのかな。またこのデッキには暴天荒などの光属性の流星モンスターも入っているので、状況によっては光属性の効果発動を制限したりといったことができたりします。またこのモンスターシンクロ召喚された自身が場から破壊された場合、デッキからチューナーモンスター1体をサーチすることができるので、破壊されてもデッキからウララやウサギといった妨害札をサーチするってことに貢献してくれたりします。2つ目はこの2体を使ってヘビーメタルフォーゼエレクサラムをリンク召喚する動き。このモンスターリンク召喚成功時に自分のデッキからペンデュラムモンスター1体をエクストラデッキに表側表示で置く能力を持っています。この時にセフィラ風刺をメインデッキからエクストラデッキに置いてあげることによって、次のターンまた風刺と集合ペンデュラム召喚する準備をすることもできたりします。他にはこのアストロカルフマジシャンをエクストラデッキに表側で置くと、非常に強力な動きをすることができます。というのもエレクトラムにはあと2つ能力があって、1つが自分の場の表側表示のカードを破壊することで自分のエクストラデッキに存在する表側のペンデュラムモンスター1枚を手札に回収する能力があります。ここでアストロガラフマジシャンを手札に加えてやります。するとヘビーメタルフォーゼエレクトラムには自分の場のペンデュラムターンのカードが場から離れた場合ワンドローする能力があります。その発動にチェーンしてアストログラフマジシャンの能力を使用してあげると、アストログラフマジシャンは自分の場のカードが破壊された場合手札から自身を特殊召喚し、その後自分のデッキからこのターン破壊されたモンスターの中から好きなモンスター1枚をサーチするといった能力を持っています。この効果でエレクトラムの効果で破壊したカード1枚をサーチし、その後エレクトラムの効果でデッキからワンドローしてあげれば自分の盤面に打点を揃えつつ、かつ自分の手札を回復するといった動きをすることもできます。そして3つ目はこの2体を使ってクリストロンハリファイバーを出す動きです。クリストロンハリファイバーはリンク召喚成功時自分のデッキからチューナーモンスター1体を特殊召喚することができます。雪うさぎを特殊召喚してあげて相手の妨害の構えをすることもできたりします。またセフィラのシーンを使って自分のデッキからセフィラの新宅をサーチ、その後セフィラの新宅を発動し新宅の効果で自分のデッキからセフィラ風刺をサーチ、そのままセフィラ風刺を召喚してこの2体で、シンクロ召喚してあげるとスターダストチャージウォーリアを、シンクロ召喚することができます。でセフィラの新宅は自分の場のセフィラモンスターがシンクロ素材になった場合、自分のデッキから好きなモンスター1体をデッキの一番上に置くことができる能力を持っています。さらにスターダストチャージウォーリアは自身がシンクロ召喚に成功した場合自分のデッキからワンドローする能力を持っています。双方とも任意能力なので、これらの能力を、好きな順番で使用することができます。ここでチャージウォーリアをチェーンし、チェーンにセフィラの新宅を置いてあげると、チェーンにの効果で自分のデッキトップに好きなモンスターを持ってきて、スターダストチャージウォーリアの効果でワンドローすることで、擬似的に好きなモンスター1枚をサーチするといった動きをすることが可能です。また、このハリファイバーを出す動きにはもう一つ展開のパターンがあって、このままシンクロも何もせずに相手にターンを返します。そして相手ターンのメインフェーズ時、ハリファイバーの効果を使用して自身を除外して、エクストラデッキからシンクロチューナーを特殊召喚します。ここでシンクロ召喚扱いで特殊召喚するのはテックジーナスワンダーマジシャン。ワンダーマジシャンはシンクロ召喚成功時場の魔法トラップ1枚を破壊する強制能力がありますが、それとは他に相手メインフェーズ時に自分の場のモンスターとシンクロ召喚する能力を持っています。これでセフィラ風刺と一緒にシンクロ召喚してあげることでエクストラデッキから招福をシンクロ召喚することができます。でこの招福、シンクロ召喚成功時自身をシンクロ召喚する際に使用した源流属モンスターの元々の属性の数まで相手の場のカードをデッキバウンスする能力を持っています。今回はセフィラ風刺だけが源流属モンスターなので相手の場のカード1枚をデッキバウンスするといったところでしょうか。こんな感じで同じような手札から様々な動きができるので、この柔軟性を生かして自分と相手のアドバンテージの差をちょっとずつ開きながら相手のライフを削っていくっていうのがセフィラの主な戦い方になるのかなと思います。はい、デッキレシピこんな感じになってます。例によって説明文の方にも記載しておきますので、画面の方が見づらいという方はそちらも参照していただければと思います。ちょっと今日やったらと光って見えづらいかもしれません。ほんとすいません。枚数の採用理由ですね、トラグラマトンはサーチが効くので2枚でいいかなと、シューゴは、このデッキの中核に当たるので3枚でもいいかなと、ただサーチ手段が多いので1枚セフィラナーガとかに変えてもいいかなと思ってます。はい、
で、風刺も、まあ、似たような理由で2枚ですね。次に、ゼフィラ・ウェンディですね。このモンスター、召喚、あるいはペンデュラム召喚成功時、自分のエクストラデッキの表側である、ゼフィラモンスター1枚を手札に加えることができる能力を持っています。ルール改定されてから、原則、ペンデュラムモンスターは、エクストラデッキから1体しか出すことができなくなってしまったので、このゼフィラ・ウェンディで、まあ、エクストラに集合と風刺が両方いる場合であれば、どっちか片方を手札に加えることによって、両方同時にペンデュラム召喚するっていうところができるようになったりするので、まあ、あって損はないのかなと思って入れました。次に、ビュートとセフィラツバーンですね。こいつらは、ペンデュラム召喚成功時、あるいは召喚成功時に、ビュートであれば自分の場のセフィラカードと相手の場の裏側のカード、セフィラツバーンであれば自分のセフィラカードと相手の場の表側のカードを破壊するといった能力を持っています。単純な除去札ですね。またレベル4なので、後ほど紹介するリフンと合わせて、レベル5のシンクロ召喚で防天候を出したりすることもできるので、まあ入れたりしてます。スケールも1と7とね、まあ、ちょうどこう、対になってるところもあったりするので、まあ、そこそこの枚数でも邪魔になることはないのかなと。ストロガラフマジシャンはたくさん入れすぎてもしょうがないんで。で、リフンは、さっきも言ったんですけど、セフィラツバーンやセフィラビュートと、シンクロ召喚してレベルを出すため。あるいは破壊されたら自分のデッキからセフィラ集合を特殊召喚するといった動きもできたりするので、まあ、そういった時にも役立ったりしてくれます。で、誘発関係ですね。うららうさぎはガン済みです。G に関しては、まあ、引きたいには引きたいんですけど、引きすぎでもしょうもないところあったりするんで、まあ、2枚ぐらいでいいかなと。次にサイフレームギアですね。セフィラデッキの弱点っていろいろあるにはあるんですが、そのうちの一つにセフィラトラグラモトに対してウサギを投げられるのが非常に痛いんですね。それを防ぎたいなと。で、またこれ相手のウサギ止めることに成功すると自分の場にチューナーとチューナーでないモンスターを並べることができるので、そこからハリファイバー作ったりとかもできたりして非常に、強力なので、まあ、今回に限ったサイフレーム私にしては珍しく投入しました。あとは信託シーンはいいでしょう。テラフォーミングもいいでしょう。ブラフ羽毛き聖戦進撃は2枚ずつです。まあ、ぶっちゃけ2枚でもこと足りたんで2枚って感じですね。ここら辺の枚数はお好みで調整していただければと思います。最後に流星の九死ですね。自分の場の流星カードを破壊しながら、相手の発動した魔法トラップモンスター効果を無効にしつつ、そのカードをデッキに戻すといったカウンタートラップになってます。セフィラ集合からサーチできるのはもちろんなんですが、防天候からサーチするってこともできたりするので、まあ入れといて損はないかなということで1枚だけ入れさせていただきました。はい、エクストラデッキはこんな感じになってます。簡単に見ていきましょう。重宝は、レベル9 3+6 で基本作る感じですかね。相手の地属性の能力を無効にしたり、あるいは防天候を絡めるなら 5+4 の形で出すことで光属性を無効にしたりすることができます。オメガは主にシーンを除外されているシーンを戻すとか、あるいは進撃で除外されたセフィラモンスターを墓地に回収するなんてことができたりします。重複は先ほど見せた相手ターン中のバウンス能力を使ったり、主にそこですね。あとは重複自身ぶっ壊して、墓地からチューナー釣り上げて次のシンクロにつなげるなんてこともできたりします。ガイザーブラックローズはレベル7の選択肢として入れてます。それぞれ強力な能力を持っているので、まあ、採用です。チャージウォリアーもコンボで使うので採用です。ワンダーマジシャン防天候ですね。それワンダーマジシャンはまあ基本的に重複ルートで使います。防天候はどうしようもない時にとりあえず 1+4 で出したり、あるいはハリファイバーで壁として出したりすることが、多いかな。デッキから流星サーチしたりとか非常に強力な動きをするので、ね、入れといて損はないかと。ホープ、ザライは良しとして、セフィラメタトロンはセフィラの名を冠してるから入れただけです。デコードトーカーにした方がいいのかな？うん、ここら辺は。あとはエレクトラムとハリファイバーよく使うので2枚ずつです。まあ正直こんなとこでしょうかね。いかがでしたでしょうか。セフィラってほんといろんな組み方をすることができるテーマであると同時に、動きが非常にこうリンク召喚ってものが来てから本当に独特なアドバンテージの稼ぎ方をするテーマとなると、つくづく思うので、皆さんも自分なりのセフィラデッキ作って楽しんで遊んで動かしてみてください。ではここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら評価やコメントといただけると非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。